ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たん。新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。ちょろちょろと嗅ぎ回るネズミがここで果てよ。お前は何者だ。貴様に勝てる名などない。行くぞ。焼き尽くす。なぜその目を切ったのか。遅い。行くぞ。焼き尽くす。小賢しい虫め。こいつを使うか。こしゃくだ。油断したな、錦式。
お許しを。すぐに仕留めますんで。私たちは過去にあった数々の戦争を経て今日の平和を築いてきました。しかしこの平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。戦争で命を落とした忍びたちの死を無駄にしないため。やべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにも、あれ、どこだっけ。そして子供たちに。お兄ちゃん、これでしょ。サンキュー、ひまわり。じゃあ、演習に行ってくるってばさ。行ってらっしゃい。七代目火影の尽力により、バラバラだった五つの里は一つになり、さらなる発展に向かい一歩一歩歩んでいくのです。ふん、さっさとサラダたちと合流しねえとな。ゲームやってて遅れたことがバレたらまた怒られちまう。集合場所は木の葉の門だったよな。あれ、サバイバル演習場に直行だったっけ。ま、行けばわかるか。惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。だいたいあんな遅刻男がいなくてもこの浜田先生くらい。四国男がなんだって。ちぇ、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次の火影としての器を表しているのかな。火影になるのは私。ボルト、あんた遅刻だから。大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜ、サラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。戦闘開始。全員揃ったな。さあ本気でかかってこい。一人で何とかしようとするな。大切なのはチームワーク。攻撃のメインを切り替えることを意識しろよ。これ使ってみるか。やっべえ、考えろってのさ。なんだ今の。一人で全部できた方が断然かっこいいじゃん。お前ってやつは。行くぞ。
私がやる。かわってビーチ。ボルト、ミスキ、そろそろ決めるわよ。まだバラバラな騎士はある。だが、こいつらの力です。僕ならこの状況をどうにかできるよ。変わろうか。まだまだ。もう一丁。なるほど。あれが最近開発された例の人力。やった！私たち強くなってる！うん。へっ、やっぱ俺がいてこそのこのハマル班だってばさ。そうだね、やっぱり七代目ホカゲの息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさかまたゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさか、んなことあるわけねえだろ。じゃあなんで顔を背けるのよ、あん？いや、お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直、チームワークはまだまだ改善の余地があるが。だが、今の強さなら今度の…はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期ホカゲなんだから。だからホカゲになるのはわた俺はホカゲになんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり君がホカゲになるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉いホカゲなんだし。一番偉いとかなんだとか、そんなの関係ねえよ。一番近いとこにあるもんも見られねえホカゲなんて。だっせえんだよ。クソ親父。それで、そのクマ捕獲は誰に行かせたんだ？このハマルの班に行かせた。あいつには例のあれを持たせているからな。データ取りにはちょうどいい。もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。これ、クマだから。パンダだろ？
いやだから、これはパンダに見えるクマだから。いやいや、どっからどう見てもパンダだろうがよ。このハマル先生、あのクマパンダの捕獲に使った人具は。ああ、これか。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってましたよね。これは科学人具班の試作品。この人具の中には術を封印した小さな巻物が収められていてな、極端な話、チャクラを持たない一般人でもこれを使えば術を使うことができる。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へえ。さて、とりあえず演習とクマ捕獲任務は完了だ。これより七代目に報告に向かう。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは追って捕獲室に来るように。はい、はい、いいな、ボルト。へいへい、分かってやすよ。それじゃあ、後でな。失礼します。遅かったな。大体の報告はこのハマルから聞いた。ご苦労だったな、みんな。まあ、簡単な任務でございやしたよ。俺一人だってやれたんだ、あんな任務。忍びとして大切なのはチームワークと根性だ。修行も三人で連携を。修行なんてしねえでも、俺ってばいきなり影分身で三人になれたし。フートンにライトン、最近はスイトンだって。このハマル、お前いつもこいつに何教えてる。え、いや俺のこと知りもしねえで先生のこと責めてんじゃねえよ。ちゃんと見たこともねえくせに。大切なのはな、それより父ちゃんとして大切な日だろ、今日は。ひまわりの誕生日まで忘れたら俺が許さねえ。失礼します、七代目。片付けか。科学人具班班長として折り入ってお願いがございまして、この度の中任試験に我々の科学人具の使用を許可していただきたいのです。これを使えば下忍に過酷な修行をさせることなく忍術の幅も広がりますし、パフォーマンスとしても。ダメだ、中忍試験はパフォーマンスじゃねえ、忍びを育てるためのもんだ。そうですか、失礼しました。父ちゃんの脱世時代とは違うんだよ。おい、ボルト。頭が硬すぎんだよ、クソ親父。ボルト。なんだよ。勝手に出ていくんだもん、あんた。
別にいいだろ、任務の報告も終わったんだしよ。中任試験の告知聞いてないでしょ。中任試験？この浜丸先生が僕らのことを推薦してくれてるらしいよ。ふーん、興味ねえな。そんなに七代目に見てほしいなら中任試験で見せつければいいじゃない。中任試験を勝ち進めば五影観覧の下で手合わせが行われるんだよね、確か。ね、チャンスじゃない。七代目だってボルトの活躍を楽しみにしてるって。分かったよ、出りゃいいんだろ。出りゃよ。チッ、ってあんたどこ行ってんのよ。せっかく試験に出るって決めたんだからさ、修行とかやんないの。今日は大事な用事があっから家に戻らなきゃいけねえんだよ。修行はまた今度だ。大事な用って。あ、誕生日。よ、分かってんじゃん。ひまわり、お誕生日おめでとう。ありがとう。ひまわり、ろうそくの火を消していいぞ。うん。影分身。バルト。なぜ母ちゃん。お父さんは里のみんなのためにずっと頑張ってる。決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃないの。なんで、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。おかげは大変な務めなの。代々伝わる里にとってとても大切な存在なのよ。じゃあおかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたく伝えてきたんだろうよ。そういやじいちゃんもおかげだったって言うけどさ、父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな。確かに大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、あなたはお父さんの時とは違う。あなたにはお父さんがいてくれる。俺はいいんだ。でもひまわりには、もういいや。
さら帰ってきても遅いんだよ。くそーや、じ、あ、そのすいません、俺父ちゃんと勘違いして。ナルトの息子か。名は渦巻ボルト。ボルト、どうしたの？もしかしてサスケくん？ナルトはいるか？まだ火影室だと思うけど。そうか、邪魔したな。やっちまった。やけに落ち込んでいるな。サスケ、何かあったのか？いや、ていうかその質問は俺の方だ。何があったんだ？お前が帰ってくるってことは。これは？かぐやの城の土産だ。中身は俺の輪廻眼でも読めん。それに気になる輩もいた。追っては来なかったが。この巻物は解読に回す。そういえばお前のガキに会った。昔のお前そっくりだったな。いや、あいつはどちらかというと昔のお前に近い。いや、やっぱりあいつは昔のお前とも違う。俺たちが時代遅れなのかもな。それは違うな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもそうだ。どうだかね。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらトンカチが。あの人は父ちゃんに会いに屋敷に向かったはず。だったら帰りがけのタイミングを狙ってあのおっちゃんが本物か見極めてやる。よし、よし、ここらで待ち伏せだってばさ。今だ。あ、あれ、すげえ。けどまだまだ。もう開始。どんだけ強いか見せてもらうってばさ。やっちゃって。
手加減されてんのか。こっちだ。何の真似だ。あの、試すようなことしてすんません。実はおっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それでそのお願いがあるんだ。俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したい奴がいるんだ。螺旋岩はできるのか。え、それもできないで弟子はないな。簡単だってばさ。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。ナルト、さっきの勝負まだわからんぞ。一度だ。分かってんよ。しかしお前に螺旋岩を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ。これまあ俺もやる気が出てきたというか、とにかく今は猛烈に螺旋岩を覚えてんだ。ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。